A 寝台、A 寝台、A 寝台とは、日本国有鉄道、国鉄及び JR における寝台車の区分において、B 寝台の上位に位置する寝台設備である。なお、国鉄、JR 以外では長距離フェリーの一部にも、A 寝台という名の設備があるが、本校ではもっぱら国鉄、JR の A 寝台について述べる。三等級政治の伊等、二等寝台車 に等級政治の一等寝台車にあたる。設備は個室寝台と開放式寝台に対別できるが、現在は個室寝台が主流となっており、2013年以降は開放式 A 寝台を備えた列車は、定期、臨時を含めて存在しなくなった。車体の種別記号は、等級記号である色ハの炉と、寝台車を表すネを組み合わせた、炉ネである。1900年、 明治33年に、西洋鉄道が、神戸三田尻、現、豊富環球港に初めて一等寝台車を連結した。この車両の寝台設備は、車両長手方向の上下二段とし、下段は昼はロングシート、夜はせずりを引き下げて、寝台幅を拡張した。西洋鉄道はさらに1903年、明治36年には二等寝台車も開発している。以後 関営鉄道や日本鉄道が追随し、鉄道国有化後には長距離列車に欠かせない存在となった。地方の長距離普通列車にさえも、車体の半分が二等寝台となった合わせ作り車が、連結されていた時期が。戦前の三等級生時代には、一等寝台車、記号、稲は、室内に折りたたみ洗面台を備えた二人または四人用、区分寝室、二等寝台車、 記号、ロネは2段のツーリスト式開放信頼、船型信頼を標準とた。1934年、昭和9年以降は、合理化のため東海道、山陽本線を除いては、通常の営業列車で一等信頼者の連結はなくなった。一等信頼者が折りたたみ洗面台を備えた区分寝室であることは、当時の政府や軍の交換の旅行に際してプライベートな姿を他に見せない。 配慮の結果であった。したがって、一等寝台車の連結廃止ごたの線区で、交換の乗車が想定される、区間用には二等ながら区分室備えた寝台車が作成された。当時の優等寝台車は他社主唱量製作で、変形車が多く、二等寝台車ではあるが、例外的に四人用区分寝室、コンパートメントを備えた車両、マロネ三万七千四百八十系。 あとのマロネ38系や、定員2名の特別室を備えた一等、寝台車等も存在した、前に37,130系。あとの前に38マロネ49系。前に37,130型には、当時の鉄道大臣の発案で、改造の上シャワー室を装備したものが一両存在し、特急、富士に運用されたが、シャワー自体当時の日本人に馴染みがなく、 同じ筋に入るのが4日に1度という頻度であったことから利用もビズ短期間で消滅している。走り装置には種子の偽装によって増加した車両重量に対応するため三軸ボギー式台車が用いられ軸重の軽減を図った。変わった存在としてはダブルベッドを備えた新台車が明治末期から大正中期に存在した。1910年。 明治43年9月より、旧、新橋神戸間の急行列車に連結された二等寝台車、ロネ9140系に、二等寝台二人床と呼ばれる寝台が設けられた。これは大人二人が寝ることができる、ダブルベッドを備えたもので、夫婦での利用を考慮したものとされる。1912年に運転開始した、日本初の特別急行列車、1.2列車、後の、 富士に連結されたスロネ155系のプルマン式寝台の下段も同様である。この二等寝台二人床は1918年大正7年11月に二等寝台大型と解消され、大人二人での利用は禁止された。その理由としては、当時第一次世界大戦で巨額の富を得た成金が芸者を連れて不純な行為をするなど、 本来の目的からは離れた利用実態が世間の猛烈な批判を招いたことにあるとされる。日本の信頼者においてダブルベッドが復活するのは70年以上が経過した JR 発足後のこととなる。太平洋戦争の戦況悪化に伴って1944年昭和19年4月に実施された決戦非調要領により一等者及び信頼者の 連結が中止された。寝台車の多くは各地に疎開留置、あるいは三等座席車に改造されたが、二等寝台車の一部は交換、用人等の特殊公用客用として運用された。戦後の一時期、疎開によって三等車への戦時改造や戦災を免れた数少ない優等寝台車は、新中軍専用に運用されていたが、1948年、昭和23年に、 戦後初の心臓一等信頼者前に40型が申請され、この時期から日本人を利用できる信頼車が復活した。この車両は製造当初から冷房を搭載した日本で初めての信頼車である。なおこの年11月10日に復活した当初は特別信頼車と称し、翌年5月1日に一等信頼車と呼称を改めた。その後一等信頼車の増備や、 新中軍接種の一等二等寝台車の返還が進行し、また四人用区分出方式の二等寝台車、マロネ39系、スロネ30系等が新製や在来車改造で登場した。こうして1950年代前半には、日本各地の長距離急行列車において一等二等寝台車が、ほぼ戦前並みに復活した。しかし、一等寝台は、 当時の航空運賃よりも高くなる区間があるなど、その運賃、料金の高さによって利用率が低迷する一方で、二等寝台車は需要が非常に高かったことから、1955年、昭和30年7月1日に一等寝台は廃止され、車両は二等寝台車に格下げ統合された。旧一等寝台の形式称号である、ゆネ」も廃止され、ロネとなった。 この際、9位の車両形式は40以上にまとめられた。この時2等寝台医者のうち、9一等寝台区分室を2等 A 寝台、マロネ40のプルマン式寝台等、9一等寝台解放室冷房付きを2等、B 寝台、マロネ29のツーリスト式寝台等、従前からの2等寝台解放室で非冷房のものを2等、C 寝台とした。ただし、 旧一等寝代でも、冷房のないものは、様々な基準で等級付けされ、実際の整理の経緯は複雑である。例えば、右の1955年等級改正対象表で、マロネフ58型とされた、マロネフ38型はレバンダイであるが、元一等区分室を持っていたものの需要が見込めず、これ以前に二等特別室、特、ロネに格下げさていたものが、 この時二等 A に分類されている。また、マロネフ38系、十番台は、改正前に同様に一等区分室を二等特別室に、格下げ改造した際、洗面台を撤去していたので、二等シートされた。従来から二等寝台であった客車は、全室4人用区分室のマロネ39系、スロネ30型も、一部区分室を含むマロネ38型も、 ツーリスト式寝台と同様、すべて二等シートされた。この頃までの旧一等寝台区分室は、二人、または四人用のみであったが、1958年、昭和33年に開発された二重計客車のうち、区分室寝台のみで製造された、ナロネ二重型に、二等寝台車に、初の一人用個室寝台、ルーメットが導入された。これは、等営室扱いとしたが、 従来の二等 A 寝台下段の料金よりも600円、高い3360円の個室料金が別途設定され、二人用区分室は従来の二等 A 室として取り扱った。プルマン式開放式寝台であったナロネ21型は従来通り二等 B 室とされた。また、1959年、昭和34年登場したナロネ22型は、 ルーメットとルマン式解放式信頼との合わせ、作り者であったため、区分室は2等 A 個室、解放室は2等 B 室となった。なおこの時代には、二人用区分室は単に2等 A であり、個室の名称は一人用についてのみ用いられた。ナロネ20系の二人室を二人用個室と呼ぶようになったのは、モノクラス制後のことである。また、 在来客車の置き換えでもあった重軽客車のうち、1958年により、増備されたナロハネ重軽の二等部分は、プルマン式寝台ながら、当初は、非冷房のため二頭シートしたが、1964年、昭和39年に行われた、冷房改造により一等 B 室へ変更となった。1959年、昭和34年のオロネ重型は、当初から冷房設備があり、 二等 B とされた。1960年、昭和35年に、国鉄の等級制の整理が行われ、従来の二等を一等に、従来の三等を二等として二等級制になった。これに伴い優等信頼は一等信頼となったが、ABC 及び A、個室の区分は継承された。1961年に、かつての二等信頼者の標準とされた、 ツーリスト式寝台車が廃止され、事実上開放式の一等寝台は、B 寝台のみとなる。1967年、昭和42年に登場した、寝台電車581.583系においては、二等寝台のみの編成となり、一等寝台を製作しなかった。これは、昼夜検体で使用されることが前提となっており、 中高列車一等車で標準のリクライニングシート車に、被験できる水準の一等寝台、座席療養の設備を開発することが困難と考えられたためである。なお、後年1985年、昭和60年に583系寝台電車に登場した AA 寝台車、サロネ581系は、後年のサハネ581系からの改造によるもので、 中夜兼用しないこと、寝台のみでの運用が前提ため、これが可能となった。1969年、昭和44年等級制廃止により、従来の一等寝台を A 寝台、二等寝台を B 寝台と呼称するようになる。また、従来の一等寝台車の等級は廃止され、料金上はルーメットにのみ適用する個室と上下段による区別のみとなった。 このため、旧一等 A の二人用個室も、旧一等 B の開放式寝台と同じ料金となった。その後、特急用として製造された14系寝台車では、編成の自由度と輸送力を重視したことから、A 寝台になる、オロネ14系や、三段式 B 寝台車と共に、製造された24系24型までの申請者、オロネ2系についても、 開放式寝台のみを製作した。なお、これらは開放式 A 寝台車は、レール方向に寝台を並べる、プルマン式を採用したため、車両の中央に通路が設けられている。ただし、1970年代後半より1980年代前半にかけて、寝台料金の上昇による利用率の減少や、車両の老朽化から開放式寝台は、 急行列車をはじめとして、連結を終了する事例も出てきた上、二段式寝台で製作された2 4二2 5系客車への車種変更に際して、特急列車でも連結を行わない事例が増えてきた。そのため、個室寝台車として、久々に申請されたのは1976年、昭和51年の2 4系客車に属する、オロネ2 5系である。 個室寝台車は20計客車以降製作されなかった。上、運用がごく限られたものであったが、同社は二段式寝台で製作された B 寝台車に対して A 寝台を個室とすることでこのクラスの品質を確保する意図があったとされる。内装は寝台を枕木方向に配置し、片側通路とした一人用個室寝台車である。後にこの個室は、 後年改造によって登場したものとともにシングルデラックス DX と名付けられた。この申請者による初期のシングルデラックスは当初より東京駅発着のブルートレインのうち25軽客車を使用したハヤブ富士朝風1.4号及び出雲に使用されほぼ原型を保ちながら2009年平成21年まで運行のハヤブ 富士に連結されていた。1980年代中盤以降、とりわけ JR 分社化後に有力な資源とされた、寝台列車の利用促進のため、寝台車の個室化が進行する。本校の主題である、A 寝台の場合、JR 分社化を目前にした1987年、昭和62年に登場した、ツインデラックス、DX と、朝風1.4号。 出雲1.45用のシングルデラックスの改めが糸口となった。なお、前車は北斗製となる青函ブルトレ用として改造されたものをユーズルに連結して運用を開始した。また、一人用 A 寝台、シングルデラックスは従来開放式 B 寝台のみないし開放式 A 寝台連結列車への設定が進んだ。その際、改造の種類により、 原型の片廊下式の個室のほか、上下の寝台の位置を半分ずつずらし、上段寝室内に階段を設け二層式としたものや、中央に廊下を配したものも現れた。また、1998年、平成10年に新造された285系、寝台電車でも、同様の名で、最新型個室が登場している。しかし、2012年、 平成24年3月17日のダイヤ改正で、開放型 A 寝台を連結していた、新台特急、日本海及び急行、北、群ニの定期運行を廃止。臨時列車化に際して、両列車とも開放型 A 寝台を連結されなく、なったため、同系の新台を連結する、新台列車は全廃。2014年、平成26年までに開放式 A 寝台車は、 すべて廃車となり、ここに旧山洋鉄道一等車から数えれば一世紀にも及んだ開放式の英心台の歴史が幕を閉じた。戦術の通り、英心台においては、戦後も個室新台車が設置されてきたが、数は少なく、国鉄時代は開放式が主流であった。ただし、前に述べた通り、区分室として存在したものもあった。しかし、 個室を一つの単位として、信頼券を販売する、個室信頼は20景客車の一人用個室、ルーメットと24景客車のおネ二25景の一人用個室が1984年、昭和59年の個室 B 信頼、カルテットの用意前では唯一であった。その後、プライバシーの重視と居住性の改善の検知から、信頼者の個室化が進展した。 従来からの個室も洗面台などが設けられている点が B 寝台との際となっていたが国鉄末期以降は在来車の改造により B 寝台個室が登場これに対し差別化を図るため同じく改造により登場した A 寝台個室の大半は室内テレビやオーディオ機器などが設けられている国鉄民営化後直前の1987年昭和62年に 北海道直通信大特急用として二人用、A 信大個室、ツインデラックス、DX が登場。1988年、昭和63年の、青函トンネル開業に伴って、運行を開始した、信大特急、北斗星には、先の二人用 A 信大個室、ツインデラックス、DX と共に豪華個室、ロイヤルが設定され、 戦術の機器に加え合わせ作り式のトイレシャワールームやベッドとは異なるリビングスペースが登場し、戦前の一等区分室をも上回る豪華さとなった。さらに、寝台特急、トワイライトエクスプレスでは、このロイヤルルームを北斗星以上に設置し、さらにセミダブルベッドの二床配置や、最後部展望スペースやトイレ、洗面台ユニットと独立し、 シャワールームなどを兼ねた二人用個室、スイートを設置、質の高いサービスを提供し、ブランドイメージの構築に成功した。また JR 東日本で試作された夢空間では、オロネ25901、デラックススリーパーにおいてバスルーム付きの個室が3室のみ、設定された。2室が設定された、スーペリアツインの料金はカシオペアの カシオペアスイートと同額である。また、最上級個室であるエクセレントスイートは、今と寝室の間に扉があり、一般的なホテルにおけるスイートルームの概念に近い間取りである。一室67,320円と、スイート等より、高額な料金が話題となったが、2008年、平成20年に、夢空間編成の廃車と共に廃止された。 これをさらに推し進めた、寝台特急、カシオペアで使用されている E26 系客車では、個室営寝台車のみで編成を組むという試みを行っている。また同社では、すべての寝台に、トイレ、洗面台を設け、上級客室である、カシオペア DX、カシオペアスイートでは、個室シャワーも設置されており、トワイライトエクスプレスの2号車、水移以来となる。 トイレとシャワースペースの分離を行い、トイレの折りたたみ動作を省略している。2013年、平成25年に登場した、7つ防止院九州用の77景客車では、クルージングトレインとして、さらに豪華な内装を求め、全室にシャワーを設置するなど、設備の充実化を推し進めている。また長い間廃れていた、稲の称号が復活した。 ただし運行上の戦略から、これまでの上級衛身大個室と異なり、室内テレビはあえて設けていない。カシオペア、7つ母子院九州とも、客車列車の性質を利用し、最後部は、通路部分を廃止丸々個室スペースに利用した展望式スイートが設置されている。なお、バスルーム付き個室が設定された車両は2017年より運行が開始された。 トレーンスイート式島とワイライズエクスプレスズ風において、夢空間以来9年ぶりに復活した。ちなみに、個室の施錠方式は、鍵、乗前によるものと、暗証番号を入力する方式のほかカードキーを使うものがある。時刻表等では、A と表示される通常タイプのものと、SA と表示される特別タイプのものに分かれる。また、同じ SA でも、 カシオペアデラックスとスイート、カシオペアスイートでは料金体系が分かれる。それぞれ以下の名称が与えられている。なお、本表で SA2 に該当する個室で定期列車としての運用されるものは現在まで一度も存在していない。2016年3月22日現在、A 寝台を設ける定期夜行列車は臨時列車で運行される実績もある。 サンライズ・出雲とサンライズ・瀬戸のみとなる。また、ツアー専門列車としてカシオペア・クルーズがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。